目白駅徒歩30秒という立地の良さと少人数制の授業が多いという2点です。少人数制だからこそ教授たちととっても仲良くなることができました。すべての学部が一つのキャンパスに集まっているため、いろんなことを学んでいる友人が作れた時です。文学部でも理学部の親友ができました。フランス語を体系的に学ぶ基礎演習1という授業です。この授業では毎回小テストが行われ、点数順に返されるなど徹底的にしごかれました。重要文化財にも指定されている南1号館です。学習院大学には歴史的な建物がたくさんあり、映えスポットも満載です。穏やかだけれど、どこか芯が通っている人が多い大学です。目標に向かって頑張っている人が多く、私もいい影響をもらっています。